はい、こんにちは。沖縄ばばです。えーとですね、えー、今日はちょっと思考を変えます。はい、えー、私ね、これちょっと道徳的というかね、ちょっとスピ系も入るんですけど、ダールーさんですね、えー、大きな、あ,あロバちゃんですね。はい、大きなロバちゃんが、非常にいいことをお話ししてました。この方ね、あのー、道感さんなんですよ。 いわゆる同郷のお、まあ、お坊さんみたいなものですね。はい、道感さんです。はい、えー、まあ、奥さんとのお話なんですけど、えー、非常に面白かったので、ちょっと翻訳してね、えー、まだ、あの、長いんで半分ぐらいなんですけど、えー、半分のところまで、えーえー、皆さんにお伝えしたいと思います。まあ、あの、財についてですね。はい、まあ、お金も関係してきます。4秒からですね。 財産の財ですね。は、お金と違いますよ。ということです。で、えー、まあ、ちょっと買い物をって言ってね、旦那さん買ってるんですよ。で、奥さんが、毎回お金使って、って言ってます。はい。えー、で、同、え、感、ー、さんですね。これはね、えー、お金を使うっていうよりもね、経済を動かしてるっていうのよ。って言ってね、今、経済がひどいからね、自分のできる範囲で物を買うのも善行というんだよ。って言ってます。 で、奥さんですね。え、北京に株の取引所ができたんだって、このニュース見たと言います。はい、58秒からですね。はい、1分4秒に。はい。ね。ああ株ねーって。あれはね、ニラを刈り取ってるだけだよって言ってます。ニラっていうのは、まあ、一般市民のことです。はい。えー、奥さん。ニラもね、そんなに今はバカじゃないと思うけど、 はい、1分13秒。人の欲ってすごいんだよ。株式市場を見てごらん。あれはカジノと全く一緒だよ。って言ってます。はい、えー、1分21秒、えー。北京の株取引はもう2回もダメになっている。今回も一緒だと思うよ。人はあまりにも欲を欠いてはいけない。お金はね、使うのに足りていればそれでいいんだよ。株はね、 余ったお金でやるものだよ。そこに入っていって取られるまで気がつかない人もいるけどね。って言ってます。はい、1分49秒からですね。奥さん、えー、っと、運もあるわよね。って言ってます。はい、1分50秒。運はね、運命で決まってればそうだけど、運命にないものを求めてもダメだよ。って言ってます。で、2分ですね。財というのはね、お金とは違うんだよ。って言ってますね。で、奥さん、え、違うの はい。えー、それで2分5秒からね、財ってどう、漢字でどう書きますかって聞いてます。左はね、貝だよね。これはね、古代にお金の代わりに貝を使ってたからなんだよ。えー、右には財歳,歳があるよね、歳。はい。これはその人の才能とかね、できることを示しているんだ。これはお金に関わっているけど、完全にお金のことではないんだよって言ってます。で、2分44秒から、 はい。同家の味方はね、先に生命のね、負債を払い終わってから、それから畳の倉庫に財、えー、を入れていくと言われてるんだよ、と。はい。3分41秒。お金だけじゃないんだよ。物も,も財産の一つだよ。家、車、スマートフォンもね。で、一番大事なのは、もちろん健康だ。はい。健康です。はい。寿命ですって言ってます。 あなたがね、コロアンティーナになるかどうかもね、あなたの命の財と関わっていますよっていうことですね。今は3次元半の世界に住んでいます。でも高次元から見ると違いますよっていうことです。これはね、福と徳が関わっているということです。徳を積んでいくと財が豊かになっていくんだよっていうことですね。はい。そして4分47秒。財は五法共有です。 あなたが稼いだお金はあなたのものではないということですね。コーヒーショップを見てごらんと言ってます。はい、旦那さんですね。コーヒーを買うとお金はショップに行くよね。何かを買うとお金はそこに流れていく。あなたの手の中にあるお金は5分15秒でね。みんなで共に分かち合っているんだよ。子供もそうなんだよって言ってます。はい。で、6分。 たくさんの企業はね、たくさんの、あの、多い、大企業ですね。たくさんの人を雇ってみんなにお金をあげているよねって。6分30秒からですね。でも、多くの富裕層は間違いを犯しやすいんだ。大きくなればなるほど間違いを犯す率も高くなる。つまり、財はみんなで使って初めて価値があるんだよって言ってます。7分から。 例えば、あなたがホームレスにお金をあげたとする。そのホームレスはそれで食べ物が買えるだろう。あなたはそうしてえお金を正しいことに使ったんだよ。と言ってます。 あなたは、あなたと関係ある人、親族は除いてね、えー、お店の人たち、例えば、美容院とか、服屋さんとか、あそういったあ、関係あるところですね、自分がよく行くところ、その人たちが豊かなら、あなたも豊かになるんですよ、ということを言ってます。どんな人たちとお関係を築くかで、築、築くかでね、あなたの立ち位置が決まるんですよ、と言ってます。はい、8分37秒。 もし、あなたが悟ってね、因果の法則とか、二度と間違いをしないとか、五行、正国とかね、陰陽とかを、本当に理解してたら、もうそれでいいんだ。十分なんだよ。って言ってます。しかし、99.9%ができていない。あなたは、生命の負債を払い終えたけど、次の日信号を無視して赤なのに進んでしまう。小さなことだけど、後ろの車に影響を与えて事故につながるんだ。 得というのはそういうことなんだよ。で、10分ですね。悪い心、行い、考え。黒い心って言ってますけどね。いわゆる悪い、悪い、悪ですね。そういった悪い心や行い、考えはいつまで経ってもそういったね、財、えー、をね、満たすことができないんだって言っています。 はい。とってもね、心に響く内容だったので、えー、前半を翻訳してみました。またね、えー、次に本方後半も希望があれば翻訳したいと思います。はい。えー、それでは皆さんまた沖縄おばばでした。